錬成チェック13万。よっしゃよっしゃ、これでようやく。だけど銀が全然びっくりするぐらい足りない。残り33個も集めなきゃいけない。よし、どうだ、こんだけ買ったらいけるか。えほえほ、受けた。素材交換、鋼だと11で1個になる。受けたまわりましょう。まだきついぞ。残り15個。受けたまわりましょう。こんだけやって最後は強化できない。やっぱなんとかしろということか。ほれ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 、受けたまわりましょう。なんかいけそうな個数に感じてきたな。よし、受けたまわりましょう。あと5個ですって。いけるいける、最終回には間に合うな。こんにちは。さて授業。まあこのゲームには武器の熟練度というシステムがないからな、助かった気分だぜ。では支援会話でも見ましょうか。ラピス・ブシュロン、田舎生まれを告白する話かな。今日も配膳係はあなたと私ね。はい、そのようだな。そのようだな。おお、今日の食事はステーキじゃないか。いいもん出してんな。わあ、おいしそう。さあ皆さんお集まりください。ライスを持って並んでくださいな。ゴミを見るような目で見るのやめろ。この世のものとは思えないものを見る目やめろ。おい、なんでみんなを集めるんだよ。え、だって匂いで一杯が作法でしょ。匂いで一杯、何の話だ。ステーキの話よ。ステーキを焼く匂いをおかずにライスを頬張る、それでお腹いっぱいにするのが作法でしょ。は、は、もうブシュロン、しっかりして。そんなことも知らないと大人として恥ずかしいわよ。それはブロディアの風習なのか。いいえ、全世界の話よ。誰がそんなこと言った。故郷の家族とか村のみんなとか。あ、ラプス、世界にはそんな風習はないと思う。またまた騙されないわよ。強い。いや、騙してない、本気で言ってるんだ。え、からかってるとかじゃなくて真剣に言ってるの。ああ、真剣そのものだ。嘘なら私の勘違いなのかも。ラプス大丈夫か。めっちゃ心配されてる。ラピスの支援会話だけお前埋まりすぎだろ。セアです。お、この間の占い大当たりだったよ。くそー、なんでそこカットした。あなたに言われた通り市場で猫のモノマネをしたの。にゃーんって。そんな無視してくださいと言ったじゃないですか。私も半信半疑だった。でもね、やってみたらすごいことが起きたの。私の猫のモノマネがうまかったみたいで、ネズミたちが市場から逃げていったんだって。で、市場の人たちは大喜び。おいしい料理を食べさせてもらったの。おかげで疲れも吹き飛んだわ。どういうことだってばよ。ありがとう。そんな、あの日は調子が悪かったのにそこまで的中させたなんて、さすが俺。自己評価が高い。とはならないですよ。何？え？ベイル様はお優しいお方ですね。
自信を失っていた俺を元気づけようと思って、そんな作り話をしてくれているんですよね。おかげで温かい気持ちになれました。ありがとうございます。ち、違う、おかしなこと言わないで。私は本当のことを言っているだけ。信じないと怒るよ。ふん、わかりました。では信じます。信じる代わりに今日も占わせてください。もちろんいいけど。出ました。満月の夜、金色に光る花を拾い集めると望みが叶う、だそうです。満月の夜に、ハードル高くね？光る花を拾い集める、どういうことだろう。よくわからないけど覚えておくね。さて、まだあるのか。いや、終わりだ。飯食うべ。来てくださったのですな。さて、ラピス、そしてブシュロンだろう。ここまで来たら最後まで見せろ。おハーブですわよ。やるからには全力を出しますぞ。よし、私飯史上最高の出来ですぞ。ほん、好きな味だわ。うん、うん、そこそこやんけ。さーて、まあそこそこの弁当をもらったところで鍛錬しないとな。で、とりあえず指輪変えるか。アルフレッド君、ジェネラルがもうただのハンデになってしまっているようで、なんかビジュアルがな、ずんぐりむっくりすぎてドスコイだからな。アルフレッド、マイル、よろしく。晴れ舞台になるといいけど。なるかな。はい、ドン。いい汗が流せたよ。どすこーい。俺くんのレベルが足りてねえよな、むしろ。フィレネ王国第一王子アルフレッド、すみませんが血祭りにあげます。おお、ドン。すごいですね。せやろ。いい汗が流せたよ。よし、さすがに訓練でも。鍛錬開始か。経験値が入らなくなってきてる。アンバー、すごく悔しいが、おめでとう。いい汗が流せた。どすっごい、なんか出たぞ。さて、では指輪を元に戻しておきましょうか。マルス、行こう。で、クラン君に。セリカ様。おっと、ラピスに指輪がついてないぞ。マルスさん。こっちこっち。返して。アイク。で、仲間、絆会話、アンナ・エリク、A。アンナさんが売っているものは見ているだけで楽しい気持ちになれますね。それはよかったわ。さあさあ見ていって。エイリークならいつでも大歓迎よ。ありがとうございます。でも商品も買わないのにお邪魔ではありませんか。気にしないで。ここやろうな。あなた目当てで来るお客さんで結構繁盛してるの。それはそれでイリクさん的には複雑だよな。ま、気にしちゃ負けだぜ。にしてもこのアンナちゃんすげえいいと思うんだけどな。さて、で、ベイルとモーブさんが間に合わないんだよ、このまま行くと。
実力の半分ぐらいしか出せないまま終わっちまうぜ。さすがにどうかと思うんだけどな。特にモーブさん、モーブさんの相手はルキナだからまだ足りんか。ま、頑張ってもらおう。次で、やることは終わりましたね。では今回はマルスも行こうかな。同日録画、英雄王。なんだか懐かしい景色だ。アリティア城、マルスの世界にあったお城ですか？あ、僕が生まれ育った場所だ。マルスは一度故郷を失ったんですね。相手は暗黒竜メディウス率いるドルーア帝国と、それに味方する同盟国だった。結構苦労してるんだぞ。城が攻撃されて、僕は騎士たちに守られて脱出した。だけど中には命を落とした兵士も。まだ子供だったとはいえ、あの時は己の無力さを思い知ったよ。それからタリスの王女シーダや傭兵のオグマといった心強い仲間たちと出会って、祖国を取り戻したんだ。こう思うんだ、人は僕を英雄だと言うけれど、本当の英雄は僕を支えてくれたみんなの方だ。だから僕は、僕を信じてくれる人のために戦いたい。彼らに希望をもたらしたいと願っているんだ。その気持ち、わかる気がします。私にも仲間と一緒に見たい景色が、未来があります。そのために旅を続けてきたのですから。そうだね。戦いを経て君は強くなった。無力さを嘆いていたあの日の君はもういない。そして支えてくれるたくさんの仲間がいる。君の命は君だけのものじゃない。私はここまでずっと生かされてきました。いつになく真面目だ。仲間に、それから大切な家族に。その思いがあるのなら、君はきっとこの試練を乗り越えられる。試練？僕と戦ってくれ。はい、見事僕に勝てば。はい、さらに強くなる。うっす、はい、うっす、うっす、頑張るっす、うっす。さて、マルス君はな、ゼロ距離においてかなり強い相手だよな。どういうマップで来るのか。このマップかよ。まあ確かあのドラゴンのまともなボスと初めてマッチングしたみたいな場所でしたよね。そこに立ってるのか。なんでここでこんなに死者が出てんやろ。ま、やってみればわかるかな。ユニット編成、今回は出せる人多いですね。ラピスちゃんが出しづらいって感じになってんのか。待て待て、指輪を変えて無理やり出すぞ。ラピスとリーフさん、リーフでいこう。懐かしいな、このダッグも。ユニット編成で代わりにクロエがお休みになった。これでちょうどだね。よし、配置変更。ボガート君頑張ってな。よし、なんか外側にもちょくちょく変なのいる。秘伝の書潰せ。もう金はいらねえ。経験値取りに行ってもいいぞ。今日は行きましょうか。君の前で恥ずかしい戦いはできないな。全力で迎え撃たせてもらう。チクヤラ、アルフレッド・マイル。じゃ
威力やばすぎよ。8 おい、おりえ。絆のかけらか、ハズレだ。向こうからの一撃も痛いね。で、とりあえず君は許すことができない。正面からは斧が来ますよ。エンブレムエタニティ、隠密野郎が奥にもいるな。竜の守り人として、ここはそうだな、これでいくか。正しき竜となる力を指導。これで圧倒的な強さを得たぜ。キラーボー射抜く。危ねえ危ねえ。意外とちゃんと避けてきたけど、これでしっかり潰すぜ。 OK、 踏ん張りプラス。神竜様のためにやってみせます。よし、一応追いかけた方がいいかもな、これ。安全や。では失礼しちゃって。ほいっと。困っちゃうよね。よし。速さを吸収したぞ。特効薬。速さの薬どうでもいい。やんのかこれだ。ガンズモロだ。トロンが思ったより言って、これまさか嘘だろ。嘘だったけど死にかけてるぜこのアルフレッドが。危ねえ危ねえ。こんにちは。おらおらおら。よし。はっ、美しいだろ。ふむ。え？待っていたよ。さあ、君たちの力、僕に見せてくれ。開いちゃった。開いちゃったぜ。どうするんだぜ。くそ、開くの早えよ。やべえよ。マッハじゃん。まあなんとかしよう。アンナさん、そっちはそっちで暴れといて。マルスを倒したら終わってしまうだろう。ってなったらゼルコバさんもあっちに行って頑張ってもらうべきだな。あっちやばすぎです。となるとこの子の移動できるポイントはここ。鍛錬不足か。もうちょっと前行ってほしいよな。フラン・シグルドで引き戻せば、ういっと、ここまで行ける。よく見ておけ。ここだな。エンゲージ。
一撃粉砕ラグネル。手加減するほど甘くないさ。よし、アルフレッドでも若干経験値が入るってすげえよな。でもちょっと待ってくれ、一個戻させてほしい。やりたいことが他にありましてね。こっちだな。まあトロンさえぶっ潰してしまえば、あとはこっちでなんとかできるので。絆のかけらだ、ハズレだ。エンブレムエンゲージ。射抜いて潰す。よし、いい風だな。オッケー、銀のナイフでちょっと削っておこう。それでそいつはヘナチョコとかした。で、長弓さんつうかこいつもう置いてかれたか。環境手厳しいね、現実ってのは。それでも削った方がいいと思うんだ、命がけでも。ギョボア。あとは指導して踊って、でここで舞います。よし、でこっちも忙しいぞ。モーブアタック。よし、イエーイ。仲良くなってよ。リベラスやん。失礼する。そら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 。おら。よし。紋章師俺強いぜ俺。でこっち来てエンゲージして、待って、まだこっちの行動が残っていた。さすがにくっ、厳しいってのか。ワープライナー、これならどうよ。いくぞー。でー、しかし若干パワー不足だな。やっぱりパーティーの時間は始まらなさそうだな、これだと。優しくしますよ。スキンステップ。
オブスキュリティ苦しまないで。よれ賞賛はあったわ。よし、こいつは速さ21のそれだよな。天空を使う必要はあるめえよ。いいか、力イズパワー覚えておけ。もらい受ける。倒れててもらう。どっからあいつアシストしてんだ。残念、ハズレだったか。まあいいでしょう。大いなる癒し。よし、いい伸びだ。いい斧だ。ホガート君が余っちまいましたね。ちょっと別のところにちょっかい出すか、お前とか。ヒュー、よし、まあ、何もしないよりはマシですからね。いって怖い怖い。やんのかこれだ。こいつも結構強いな。崩された。俺でやり、やったおに神様。あいつを逃がしてはいけないよ。行くぜー、ラブラブー謎レーザーキャノン。これは本当に一体何なんだろうな。さーて、そいつはもう任せるとしようか。こっちもね、行かないと間に合わなくなっちまうからね。と思ったけど結局な、状況がな。エンゲージ。魔教様お願いします。これ弓が長い弓だったらやばい。さすがに痛いからな。まあこのぐらいなら大丈夫かな。いきます。せいせいせい。よし、で直さなあかん。頼れる男モーブ。あの方のキスとして。よし、こっちもこっちでまだまだ忙しいよな。教えて。お役に立ちたいです。ぶっ飛ばす。どうかご加護がありますように。オッケー、幸福だよ。では改めて君を吹き飛ばして長弓の呪縛から解き放たれたかったけど、こいつも二つ持ちかよ。ま、だったらこいつをとっとと始末して一歩下がればいいだけだな。加減すべきだった。よし、一応エンゲージで踊りましょう。スキンスイップ、
下がります。